浪川康幸課長文化瓶、明治時代、ロサンゼルスカウンティ美術館所蔵、東川総女、明治時代、ウォルターズ美術館所蔵、安藤十兵衛率いる安藤七宝による作品、明治時代1910年頃七宝焼きとは、金属とガラスの合体工芸の一種で、その伝統工芸技法及び作品のことを指す、金属を素地にした焼き物とも言える。七宝焼きの中でも、 正式に、経済産業大臣による指定を受けた伝統的、工芸品に、終わりしっぽがある。しっぽ焼きとは称さず、しっぽ焼きが正しい表記。金、銀、銅、青銅、鉄などの金属素地に、釉薬を摂取800度前後の高温で焼成する、ことによって、溶けた釉薬によるガラス様あるいはエナメル様の、美しい彩色を施す。 七宝焼きの釉薬は二酸化ケイ素を主成分とする、鉱物資源から作成されたフリットを砂状、粉末状にしたものを使用することが多い。砂状、微粉末にした釉薬は、水と海苔を合わせて、またはペースト状にしたものを使うことが多い。明治時代の一時期に爆発的に技術が発展し、欧米に盛んに輸出された。特に、京都の並川康幸。 東京の東佳は創除、終わりの七宝師の作品が非常に高い評価を得て、高額で取引されたが、社会情勢の変化により、急速にその技術は失われた。田村武雅、田村七宝工芸、八角南天文用七宝飾り箱の頃は、七宝焼きという呼び名はまだ登場しておらず、七宝ルりが七宝焼きを意味する。 記録上の最初の言葉だったと考えられている。豊臣政権下にあった安土桃山時代後期以降の頃に伊予松山城下あるいはその界隈の近郊氏、課長が豊臣秀吉あるいは小堀遠州に見出されて受落したという。横井寺冬の調べによれば、課長は鋳物を釉薬で着色する、尻尾流しの方を心得ており、京都の堀川油の工事に住んでいたようである。 その後、江戸時代初期にかけて、満州院、大徳寺、桂離宮、修学院離宮などの襖の引き手や釘隠しが制作されてゆく。さらに、現在国宝となっている、両好院の茶室や、西本願寺の国書院のような比較的内向きな空間に、七宝の飾り金具が使われており、特に演習が手掛けた茶室や桂離宮の飾り金具は、課長や、 その一派の作と伝えられている。天正十九年には、京都の近郊、平田道神が世にで、徳川家の応御書家康の覚えめでたくして、慶長十六年に幕府を抱え住人ぶちとなる。駿府、江戸へと移り、大正時代まで十一代続く、平田七法の祖となった。道神は、近代七法に先駆けて透明性のある七法焼きの技術を持っており、その作品は、 花うもんしっつばに代表される。同人の技を継承する平武のしっぽは幕府の御用職人となり、江戸で平田しっとして刀剣などの装飾を行った。平田しっぽうは1895年に将軍局の御用達職人として勲章の制作に従事した11代目、当主、平田治のまで一部の弟子を除きおむね市、宗殿で続いた。 江戸時代初期には、初代、彦四郎、同人と同じ頃に、九州にも、同じ平田を名乗る金郊がおり、七宝流津波等を制作している。これは、細川三歳に従い、武前に移った、松本稲葉守の子、平田彦像である。また、米光文書の中の平田経図の形中に、白金採掘場七宝流という記載があることから、その子、昭三郎も、 しっ焼きに関わったようである。また、この頃に建設された、東照宮のしっ金具について、駿府へ移った、同人の関与を指摘する説もあるが、その作風の違いなどから、東照宮五造営長に記されている、単野氏越前、三太勇、孫十郎の配下の職人らが手掛けたとも、考えられている。この、東照宮五蔵永長の中では、当該金具について、 ビードロザと記している。平塚茂平の作江戸時代中期に入ると、基準作となるような例は乏しくなるが、住屋のドンスの間、青貝の間などの装飾は、今日も見ることができる。また、記録に残るものとしては、京都で高月尻尾が7代続き、同じく京都の吉田屋が、その後明治まで芋の尻尾を手掛けている。この頃も、の一では、 上述の、尻尾ルリや、尻尾流し、ビードロザなどの呼び名が使われていたが、金運圏の大崎九兵衛や、六大金、高山総兵衛といった伝統ある投稿をはじめ、様々な領域から業者が登場する中で、古来から妖霊が見られるように、単に尻尾あるいは尻尾焼きという言葉が広まったと思われる。また、加賀尻尾や大見尻尾など、京都、江戸以外でも、 独自の執法焼きが制作された。例えば、加賀藩五代藩主、前田綱則が、元禄十五年に、将軍、徳川綱吉を迎えるにあたり混流した、おなり御殿にて使用された釘隠しや、文久三年に十三代藩主、前田成康が建てた、聖達三角の越剣の間にも、造眼執法の釘隠しが見られる。江戸末期には、天保七年に、 東京の二大平塚模兵、高幸が世にで、明治10年に第一海外国官業博覧会にて、流門賞杯を受賞した。平塚は、当時まだ珍しかった、透明湯を用いたことから透明尻尾弧とも、称された。その作は、尻尾流しあるいは、平戸尻尾と伝えられており、それぞれ、第二回、第三回内国博の目録に、その記載が見られる。 さらに、第一海内告白の目録には、平塚に製造を依頼した作を、疾法焼きとして出品するものや、平塚自身が、疾法造岩として出品した記録もあり、作品の出品者や時期などにより、様々に形容されていた。幕末前夜の天保年間の頃には、終わり藩士の火事常吉が活躍し、疾法焼きと呼ばれる。火事は、 オランダ船が運んできた皿がすべて疾法焼きであったことに興味を持ち、これを買い上げて研究した。終わり疾法を奏し近代疾法の祖と称される。その後、火事の弟子の塚本海助や無線疾法を考案して、日本画の画面を疾法焼きで再現した東京の東海は創女優先疾法で、 日本画の筆致を生かす繊細な筆法焼きを製作した京都の並川康行などがドイツ人学者ゴットフリード・ワグネルの協力で開発した透明釉薬の技術を用い筆法焼きの技術は飛躍的に発展したそして名古屋の安藤筆法の創始者である安藤十兵衛や京都の金運軒稲葉の創始者である初代稲葉七ホらによって盛況を呈した欧米で 高い評価を受けた工芸品を外貨獲得の重要品とみなした。明治政府は職人を支援し、万国博覧会などを通じて欧米へ盛んに輸出し、ジャポニスムブームの一翼を担った。職人も競って技を磨いたことから、日本の尻尾技術は劇的進化を遂げ、短期間で世界の最高峰となり、1880年から1910年の明治日本の30年は、 失法会の黄金期と呼ばれている。その後、二度にわたる世界大戦の勃発の後、需要がなくなり、この輸出産業は衰退していった。愛知県の産地では、第二次世界大戦後も、連合国軍最高司令官総司令部、中央購買本部が大量買い付けを行い、一時的な公共がもたらされた。そして、1949年春頃には購買の、 ピークを迎え六寸花瓶換算で九千本以上の制裁高を記録したが、朝鮮戦争が勃発すると注文は激減、原材料も高騰したため、名古屋市や七宝村の業者の転配料が相次いだ。それでも日本国内では、昭和期に入ってから企業の希少をはじめとする様々なバッジが七宝焼きで盛んに作られた。特に東京の石井梅吉。 宗之助の親子によって平面専用のメタルしっぽが開発されると短時間の低温調整で延べ転生及び発色も優れるという量産に有利な特徴を有していたため空前の勢いで普及し東京、名古屋、大阪などを中心にしっぽ焼きのバッジを製造販売する業者が増えていった野球が国民的娯楽の中心であった時代 子供たちの憧れの的であったプロ野球チームのグッズの多くは尻尾焼きで作られていた。学校の交渉も多くは尻尾焼きで作られ、昭和40年代の最盛期には、東京では250人もの職人がいた。その後、合成樹脂製品が普及してくるとこれにとって変わられ、尻尾焼きのバッジやメダルは大幅に需要を失った。こうした。 輸出産業やメタル疾病とは別の流れとして、日本の疾病政策の大衆化を実現し多くの疾病作家を生み出した疾病焼きブームの実質的な先駆者として近代工芸の革新を志した愛知の工芸家、藤井達吉の存在が指摘されている。藤井は名古屋の疾病店に就職し、米国のルイス・クラーク100周年記念万国博覧会で、 し法焼き作品を出陳した。その後、バーナード・リーチラとフューザン会を創立。し法焼きだけでなく、和紙、日本画、陶芸、金工、痴工、執工、刺繍、染色、書、和歌など、工芸のあらゆる分野で活躍し、伝統にとらわれない斬新なデザインでも注目された。1893年のシカゴ万国博覧会に、 出展するために作られた3点からのある当時、世界史上最大の尻法焼き、現在はハリリコレクションのうちの一つのハリリ・インペリアル、ガーニチャーとしてナセル・ハリリが所蔵する。日本の尻法の頂点とされる、明治時代の作品は輸出用に作られたため、名品のコレクションはほとんど海外にある。ありがとうございます。